お願いします。これは僕がまだ中学生の時の話です。中学3年生になりドライブを覚えて強くなってきたものの、一定のレベルから伸び悩んでいました。僕はある日顧問の先生に呼び出されました。なんすか先生、忙しい、練習したいんですけど。あそこ見てみ。あいつらはな、もうツッツキじゃないね。ツッツキじゃないってなんすか。あいつらがやってるのツッツキしかないでしょ。ストップって技ね。ストップ、ストップ、ストップっていうのはな、レシーブの技で相手に打たせなくするための技ね。なんすか、聞いたことないんですけど、ね、ストップってなんすか。ストップよ。いや、ストップなんすか、ストップって。え、教えてくれるんですかそれ。強くなります。ちょ、お願いします。じゃあお願いします。よっしゃ、いや、できた。僕は聞いたことのないストップという言葉に戸惑いましたが、先生から教えてもらうことになりました。ストップは短く止める練習。短く止める練習。短く、はいはい、サーブとかしてください。お願いします。お願いします。それはスマッシュをストップして短く返すという練習でした。この先生が一体どこからその通称ストップという技を知ったかは未だに謎ですが、違うことだけは分かりました。こう、ナイスボール。あ、いいですか今ので。ナイスボール。あ、いいですか。ナイスボール。こうか。これ、これちゃいます。ノー。あ、ナイスボール。みんなから与えられるミッション、絶対なるよ、卓球界の巨星よ。見れたりしてよ。見れたりしてちょっと。ええ。ああ、もうマジで。